先ほどですね、あの向こうの方にありますですね、丼屋さんで、もうすんごい豪快なですね海鮮丼をいただきました。すんごい美味しかったです。あの一番印象に残ってるのはやっぱりサザエがコリコリしてましたね。すんごい美味しかったです。はい、でここがですね、伊豆急、河津駅ですねに来ました。駅舎が、まあ、こんな感じですね、出てますんで、ライトが完全に光っております。こんな感じですね、河津駅。ちょっとすいません揺れて、ちょっと自撮り場がないんでちょっとあれですけども、でちょっと一回こう行きまして、ここにですね、伊豆の踊り子で有名な川端康成ですね、伊豆の踊り子と河津と、踊り子と私像ですね、はい、でこっちにはポスト、渋いポストもございます。こんな感じですね。で河津駅ちょっと中見てみましょうかね、せっかく来たんで。で一旦ちょっとこれで切りたいと思います。ちょっとまた、で一旦切ります。はい、ではですね、入場券買いましたんで、伊東熱海方面、伊豆急下田方面ちょっと行きたいと思います。ちょっと上で上がりますね。渋いな、渋河津今井浜海岸、いなずさって書いてありますね。河津常に点々です。どっちから来るんだろう。でここにこれ書いてあるじゃないですか、伊豆急ですね、この河津、桜の里河津町、これがですね2月10日から3月の10日、桜祭りあるそうです。早咲きなんですよね、ソメイヨシノと違って。早咲きの桜です。もうちょっとで確か来るんで、特急踊り子、35分ぐらいに来るって書いてあるかな。どっちから来るんだろう。こっちはですね、こんな感じで河津町、あっちの奥の方行くともう海なんですよ。ずーっとまっすぐ行くところですね。でここに山がありますね。
どっちの電車が来るのか。これ2つに分かれるんだよな。伊豆急。ちょっと一旦切りたいと思います。駅は59分の発車です。こっちから来るそうです。あ、来ました。来ました来ました。ちょっと遅いか。伊豆急。踊り子って書いてありますね。ゆっくりと行っちゃいました。はい、どうもありがとうございました。